アイルランドの天文学者、経済学者。アイルランドのウェストミースケンストリートに生まれた。エッジワースの成果を、おじが天文観測所として利用するという環境で育った。英国で学び、英公兵部隊の士官として、経歴を積んだ。1930年代にアイルランドに戻り、天文学、経済学の著述を行った。重要な論文は1943年に表した。 エボリューション・オブ・アワー・プラネタリー・システムで、その中で、海王星の軌道の外側に、彗星の起源となる天体があるという説を述べた。これは、ヤン・オールトが、オールトの雲を予測するより7年早く、ジェラルド・カイパーが、エッジワース・カイパーベルト天体の存在を予測したよりも8年早い。小惑星エッジワースは、彼の功績を記念して命名された。 著書に、ザイボリューションオブアワープラネタリーシステムのほか、自伝、ジャック・オブ・オールトレーズ、ザ・ストーリー・オブ・マイ・ライフがある。エッジアースイコール =1957UN=1969PO=1978UF=1982RN1=1987O1MPC2021 イコール、PO、イコール年8月20日閲覧。ありがとうございます。